上だ、上だったらこうだな。はい、テッドに悪党がいるみたいな感じで言ってるんで、銃を持っていかせましょう、うん、銃と弾薬セットじゃないっていうのがね、うん、ちょっと不安だけど、はい、特に変化はないかな。はい、銃を渡しました。脱水、はい、脱水 OK。 ティミー、ポケットの中で光っているものは何だ。これはミュータントのアリだ。光ってるアリが出てきたみたいですね。恐ろしい小さな顎だよね。顎でドローレスが心臓発作を起こすところだった。なんでアリが苦手なのかな。それとも光ってたからびっくりした感じですかね。外に出すように求めたが、ティミーは原始アリ農場の始まりだという。原始アリ農場ってないよ。どちらかが押し切らなければならないが、どちらが、いや、ちょっとこのアリがね、何かもたらしてくれそうだから、ちょっと私はティミーを押します。これでドローレスいなくなったりしてね。35日目、あ、大丈夫だった。出てはいかなかったね。物資の隠し場所を犠牲にしながらも、ティミーに原始アリ農場の所有が許された。小さなミュータントは、チリスープ缶を丸ごと食って、バカじゃねえの。スープ缶穴開けて食べられたみたい。うわ、災難をね、もたらしましたね。くそ、やべえだろこれ。まずいまずいまずい。うわー、一気にやばいことになってる。これはまずいな。もう水しかないぞ。おおお、問題はシンプルで、体を洗わなければ病気になるのは当然だ。何日経ってもこの匂いは消えそうにないくらい、シェルター内は匂いで立ち込めている。どうすればこの匂いを消せるだろう。え、弾薬で消すってどういうことこれ。殺虫剤はやめた方がいいよね。死ぬよね。弾薬、ちょ、弾薬で何が起きるこれ。にゃーっつってる。は、シェリコフ帰ってきた。あ、シェリコフ帰ってきてる。汚いかどうかは別にして匂いが問題だ。そこで弾薬を使おう。匂いを消すために火薬を使って磨くんだ。これはいいアイディアかもしれない。そうなの？そうなの？うん。なんかね、火薬使うんだろうなとは想像してたけど、火薬、まあもう火薬ね、うん、いい匂いなのかどうかわかんないけどね。驚いたことに、シャリコフが今朝シェルターに戻ってきた。なぜ、あるいはどうやって戻ってきたのかはわからない。我々のことが恋しくなったのか、それとも我々の良心が届いたのか、希望、あるいはスープ缶の備蓄か。それは時のみぞ知る。シャリコフは何で戻ってきたのかね、おばあさんの元から。あ、やった、メリージェン、病気治りました。よかったよかった。脱水と上、はい、OK。 テッド帰ってきてくれ。持ち物は念入りに確認済みだと思っていたが、メリージェンがどうやら、私たちが見落としていたものを見つけたようだ。植物の種だ。植えてみて何が起こるか見てみよう。ただその前に水のボトルが必要だ。試すべきか。うん、ちょっとね、少しだけ余裕あるんで。どれだけ使うかね、水のボトル。あ、見て見て、シャリコフがもう完全に馴染んでますね、この子。あ、やべ、1本分使ったんだ。マジかよ。いやー、見てこの可愛い顔、シャリコフの。やっぱね、ここがね、落ち着いたんだろうね。うん、はい、ダメ元でやってみよう。土、種、水を用意して数日後に何が起こるか見てみよう。願わくばただの花でなければいいのだが。そんな中、メリージェンは至って楽観的だった。上、もうないんだよ、ごめん、ないんだ。ドローレス結構体格、あ、ドローレスじゃない、メリージェンちょっと体格いいからね、ダイエットって思って我慢してください。大丈夫、やばい、食料不足。猫が好奇心で死にかけた。え、なんで、
シャリコフが天井からわずかに出ていたワイヤーを見つけて引っこ抜いた。コンクリートと、瓦礫がテーブルに落ち、その上にミャーと鳴く大きな毛玉が乗った。これは何なのか。誰も覚えがない。ワイヤーを取り上げれば怒るかもしれないから、そのままにしておくのがいいだろうか。それとも調べるべきか。調べるよ、調べる。どう？あ、帰ってきた、テッド。病気とかなってないよね。は？え？え？テッドさんが、テッドさん、え？何だったんだ？今の音。ケーブルを掴み、辿った先は、近所の私有地で錆びついた古いトラック。ドアを開けると巨大なヘッドホンをかぶった男が二人我々を見てひどく驚いている。え、盗聴してたの？盗聴されてたみたい。我々が寝ている隙にシェルターに盗聴器を仕掛け。え、中入ってきたってこと？こいつら。マジか。でも、やられなかったんだね。うん。あらゆる会話を聞いていたんだ。地獄を見せつけてやってからシェルターに戻った。倒したみたいですね。誰がやったんだろう。近くで野営している悪党のところへ、テッドは直接行かせたのは賢い選択とは言えないな。二度と戻ってこないだろう。え、あ、テッド失踪したっぽい。銃持って行かしたのに。テッド死んだ。テッド死んだ。テッド死んじゃった。テッド死んじゃった。ああ、死んじゃった。メリージェンに行かせるか。もう誰かに行ってもらうしかないもんね、これ。大変だ。誰かが押し入ろうとしている。それに相手は一人ではない。もう銃渡したばっかり。テッドに渡しちゃったから。マジタイミングこれ悪くない？覚悟しなければ。死ぬか、それ以上のことが待っている。で、斧もさ、二日目に壊されたし。あ、終わった、これ。ちょっともう終わったかもしれない。ああ。なんか、銃声っぽい音がした。はあ、メリージェンが消えた。え、メリージェン出ていったのかな、これ。敵たちが我々のシェルターへやってきた。物を取っていくのかと思ったら、メリージェンをさらっていった。彼女は怒って奴らの腕を噛んで抵抗したが痛かっただろう。いやあ、メリージェンがさらわれました。マジか。探索に行ってくれるかと思ったんだけど、え、これやばい。罪そうです。誰が行くか。いや、これはね、ティミーに行かせよう。うん、ティミーはまだ一回も行ってないからね。え、これガチでやばいな。どうしよう。殺虫剤持って行かせようか。なんか殺虫剤をねかけるシーンがあるかもしれない。40日目行った。待って、一回もゲームオーバーしてないぞ。めっちゃ運良くない？もうさ、ドローレース死にかけてんのにさ、見てくださいよ、シャリコフの顔。にゃーって。にゃーって。帰ってきてね。え、何か食べないといけない？いや、何もないんだよ。我々のことを嗅ぎ回っていたエージェントたちが玄関にやってきて、説明したいことがあるという、聞いてやるべきか。エージェントだって。エージェント、国のエージェント。いや、もう死ぬ手前だからね。もう聞くしかないよ、話。わらにもすがる思いっす、これこそ。え、大丈夫。はい、何だったのかね、話は。連中は身分証のようなものを我々の画前でちらつかせると、極秘の政府ミッションに関与していると話した。盗聴で様子を見ていた対象は我々ではなく、あの猫だという。あ、はいはいはい、盗聴してた奴らはエージェントだったみたいですね、政府の。え？猫を見てた。うんうん。そびえてのエージェントである疑いが持たれているというのだ。え？シャリコフ？マジでエージェントなの？お前、シャリコフよ。我々がある文章を近くの住所に届ければ、超極秘の政府専用避難施設に入れてくれるらしい。文書を届けて生きて戻ってくるだけだ。詳細が分かり次第また連絡すると彼らは約束した。え、これ助かるんじゃない？
このミッションさえねクリアできれば、もうやばいですね、精神状態がやばいですね、ドローレスの。もう水しかやれない、水しかやれない。あ、よかったよかった、今回地図あるよ。あの巨大がまたやってきた。彼らははい、じゃあ持っていっていいよ。もう42日目、すげえな、よく生きてんな、ほんと。あ、地図返ってきてる。また会えてよかった。早速地図を渡し、良さそうな場所をいくつか教えた。彼らは暗くならないうちに探そうということでシェルターから出たが、報告や話がしたいので必ず戻ってくると言っていた。いい場所を見つけてくれればいいのだが、八重地が準備できたら一度訪問してみようか。うん、まあドローレスが生きてたらの話ですけどね。ないんだよなマジで。ああ、今朝ノックが聞こえた。恐怖で息を飲んだが、開けることにすると一組の女の子のスカウトだった。いつもはクッキーを売っているらしいが、え、こんな世紀末にクッキー売ってんの、うん、最近は他のものも売り始めたという。賢い子だ。トランプとないもんね。ハーモニカ、ガスマスクにしとこうか、壊れたもんね。オッケー、フェアな交換が、実装が、実績が解除されましたね。はあ、食虫植物だったのお前。え、これ食べられちゃうんじゃないの、俺たちが。うん。びっくりしたわ、今。腹が減った、なんもないわ、なんもないわ、もう食料もねえわ、水しかねえわ。お前に水使ったわ、むしろ。うん。女の子たちはとても優しく、素晴らしい適正価格で販売している。喜んで彼女たちの商品を買うことにした。こんなご時世でも商売を続けてるなんて、なんて頭が回るのだろう。感心した。こいついつからいた？今この瞬間っけ？それともね、ちょっと前日からこんな状態でしたっけ？ちょっと気づかんかったわ。上なんだよな、マジでやばい。人食い植物に起こされる日なんてそうはない。え、こいつ喋るの？種を見つけてから希望を抱いていたところなのに、誰もあんな悪魔を望んで育てたわけじゃない。なんとか処分しなくて。殺虫剤持っていったって。なんでこんなさ、なんでこんなタイミングが悪いの。イベントごとのもの全部外に持っていってる。なんなのこの運の悪さ。やばない？やばない？もうやべえ。最悪だ。最悪だな、これ。殺虫剤はこいつに使うんだね。覚えとこうか。あ、死んだ。うん。何かわかんないけど、死にましたね。食虫植物。なんだろうね。なんで亡くなったのかね。喉がカラカラ。はいはい。もうこれしか渡せないからね。悪党たちがドアを叩き始め、我々の持っているものを全て差し出せと要求してきた。要求にどう答えるべきか。なんもないからね。もう入れるしかないもん。あ、やべ、一巻の終わりが、実績がアンロックされた。片道切符もアンロックされた。え、入ってきましたね。悪党たちが。ナイフには血がついてます。で、ドローレス、完全に、なんか、おかしいですね、もう。目が。で、こんな悪党がね、大勢押し寄せたのに、もう関わらず、ね、一人の猫はね、穏やかな目をしてますね。一人の猫、まあ、一匹の猫。はい。あ、終わったね、これ。もうおしまいだ。悪党がシェルターに侵入した。我々にできることは何もない。ああ、なんという運命。我々は45日持ちこたえた。残念ながら、クリアできませんでした。これだけ生き延びたんですけどね。何ですかね。この運の悪さは。まあ、一番最初から見てた人たちはわかると思うんすけど、全部持っていってんのね。後にイベントが発生する時に必要なアイテム。全部。これは、えぐいわ。いや、でも頑張ったね。初見にしては。だから今まで起きたね、この45日間のことはね、しっかり頭に叩き込んでて、何が正解なのかっていうのをね、やっていきましょう。あーん、死に耐えた。はい。結局子供帰ってこなかったね。死んだのかな。
はい、ということでね、まあ、第1回目のね、シクスティセカンズだったんですけど、ちょっと残念でした。なんで、次回はちょっとリベンジしていこうかなと思います。ね、クリアするまでね、どうにかこれやりたいですね。はい、ご視聴ありがとうございました。もしね、よかったらね、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。コメントについてはね、もう全部名通してるんで、コメントこそね、気軽に書いてください。それでは、ね、次回のシクスティセカンズもね、見てやってください。よろしくお願いします。島津でした。失礼させていただきます。バイバイ。